3度目だから一番有利ですね、彼がね。これで彼が他より遅かったら、彼のポテンシャルはないということで。これ世界で一番私、PC エンジン版のゴールデンアックス遊んでるんじゃない？よーい、スタート！アックスバトラー。アックスバトラがビジュアルと一番見た目があるので、あ、しまった、連射が入ってます。選んだ人と違う人が出てきた。なんか違うっぽいね。あんなに髪ふさふさだったのに、あんなに髪がふさふさなのに。くらえ。あ、いたいた。西大タックル。西大タックル。あ、早い。やっぱレベル4だから。おじいちゃんより早いわ。西大タックル一発だったね。でもおじいちゃんと同じタイム。よし。いや、いや、いや、ゴーゴー、危ねえ、日大。ダメにいけんな、これぐらいじゃない。助けてくれ、助けて。あぶねえ。 OK。 あー、くそ、なんてこった。うわー、ライフが。助けてくれタックルは得意な人はね、アメフト部でしょ。まあ日大やるのはアメフト部でしょうね。アメフトといえばタックルです。
アンプが。あれ。続いては日大問題です。よし、け、続いては日大問題です。ペン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 。お、早い。18秒早い。早いですね。さっきより。日大のタックル見て三つ子もいち早く練習に取り入れたとか。三つ子はスライディングタックルです。ただスライディングですから、タックルじゃないから。サッチンタックル。オーケー。あーしまメジャーシックリーの殺人スライディングを早く取り入れてましたね。うーん、メジャーシックリーですからね。もうねえ、殺人はしないけど。どすこい。いや逆です。最初にダブルリングやったんですよ。ゴールデンウィークということで、ゴールデンとダブルでね、 GW ね、すごいすごい組み合わせ見つけたと思って、今日風呂場で何しようかなと思ってたら、あ、ゴールデンウィークだから G と W でダブルリングやったらちょうどいい、 G と W じゃんみたいな、お、俺頭いいわと思って感動したんですよね。お風呂場の中でやったわ。ダブルリング、まあ1枠で終わったんでね。いやー、これいいこと思いついたと思ったんですけど、でもよく見たら綴りがダブルリングのダブルで、パッケージは W って書いてあるけどね、あの綴り体は D なんですよね。ダブルはね。ダブルは D じゃないかと言われたけど、あれでもパッケージ W って書いてあるから、まあ W でね。いや、そうですね。OK、ちょっといいか、ここは魔法で切り抜けよう。あ、ここ切り抜けたらダメなんだっけ。ここは我慢、ここは我慢が必要だったから。いやー、ここ魔法使うんじゃなかったかな。この後のスケルトンとかいるから。他に金といえば金太郎で桃電とかどうですか。桃電は1日でクリアできませんからね。もうしかもクリアしてるし、動画上がってるしね。リンクだったので OK ですね。そうです。金太郎ということでね、まあ、なるべくこの枠でクリアできる。うわ、練習負け。せい。ゴールデンで会うので受容器もありかと。ああ、受容器もね、セガつながりで、しかも受容器とゴールデンアクセね。ここは魔法で、豚ゴリラは手が祭りタックルでいこう。
オッケー。あるぞ。いいか。クソ豚振りがいたくらだね。あー、豚ゴリラでやるだ。この豚ゴリラあんまり耐久力ないから。しまった。よいし、よいし。あ、粘るね、粘るね。片割れ尽くしなのに。お、でも40秒早い。早い早い。さっきより40秒早い。すごいですよ、アックスバトラーさん。これは記録更新になるか、世界記録。残機が心配。ワンコインでいけたら間違いなく記録更新。ダブルならウィニングショットがあったかも。ボンバー。よし。あ、ウィニングショットね。よし、ここで。あ、ここ別に魔法使ってよかったんだっけ。クロムでさえ。オッケー。あ、起きた。やったぜ。ウィンドスオフ、ジュンデアもありですね。笑い。あ、ウィンドブサンダーいいね。結構ダブルあったか。そうですね。うわー、ちょっと待って待って。いかんいかん。ちょっとちょっと、このこの。ダブルダンジョンは歌わないとならないから大変ですね。危ない。ダメだ。よし。よしのちょこいつにはめられなかったね。うわ、結構タイム早いんだけど、ここ一回コンティニュー使っちゃうと思うとちょっとあれだね。そんな、この私が破れるとは。まあダブルダンジョンも大きくダブルって書いてありますね、パッケージにね。よく考えたら。でもダブルダンジョンは RPG だから。粘らないでいいかもしれないですね。いけたら行くみたいな。ないか。やっぱ負けるか。うやった。あ、よっしゃ、これでハマり。いける。やった。
ワンコインだ。ワコツー、はい、いらっしゃい。ワンコインいた。ポンポンポンとやって端っこでポン。ポン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 。耐えてくれ。ふう。そう、ゴールデンアクス、ゴールデンアクス、あ、そう、ダブルリングとは関係ないです、全く。オッケー、ワンコインいった。世界記録誕生おめでとう。174個目でした。ありがとうございます。パチパチパチ、やった。パチパチパチ、ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございます。バカな、し、信じられん。出た、絶対これ最初にティリス書いてるよね。後ろ姿がティリスだもんな。このデザーダーが投票ごときに破れるなどということは、いいケツ。20分は切りますね、これね。20分切るんじゃない。俺のこの剣にはお前に殺された人々の魂が込められているのだ。くだらん、愚か者のたわごとだ。見苦しいぞ、デスアダー。魔人の伝説か。あったっけないものだな。あなた、しっかりしてください、あなた。一体何が起こったのだ。もう大丈夫、魔人は、デスアーダーは死んだのですよ。魔人が死んだ、信じられん。ほら、あのお方が。おお、そち、名を何と申す。アックス・バトラー。アックス・バトラー、ゴールデン・アックス伝説。国王夫妻は救出されたが、サウスウッドがこの戦いの傷から立ち直るのはまだ先のこととなるだろう。やがて真の平和がサウスウッドに、そして世界に訪れることになるだろう。国王に勧められてサウスウッドの将軍となった彼は、デスアーダーの残党をことごとく殲滅していった。そしてサウスウッドに平和が訪れたある日、彼の姿は王宮内から消え失せていた。噂によると冒険を求めて大陸へと渡っていったと言われている。この大陸に渡った彼は畏怖と尊敬を一身に集め、やがて王となった。ファイアーウッドの人々は将軍時代の彼を指しこう呼んだ。ファイアーウッドの守護神アックス・バトラーと。はい、フィン、ストップ。18分50秒19にやりました。やりました。18分50秒192、記録更新、世界記録更新、やりました。アックスバトラー最強伝説、ありがとう。ワンコインでもいけたし満足です。またゴールデンアックス面白かった。簡単なのがいいですね、やっぱりね。グラフィックはしょぼい、アニメーションパターンも少ないけれども簡単。守護神大魔神かな。いいね。わら。ワコックス。はい。農協牛乳さんでした。ありがとうございます。爆弾です。パチパチパチを世界一は同じじゃないの？さすがに PC エンジン版のゴールデンアックスをやってる人なんて。いないんじゃないの。やったぞ。こんばんは。記録おめでとうございます。ありがとうございます。トウエさん、ありがとうございます。18分50秒192でございました。アックスバトラー。